思います。旭川のよさこいチーム新から山田ひろみさんです。よろしくお願いします。おはようございます。なんかすごい派手な紹介ありがとうございます。皆さんおはようございます。あいにくのお天気でちょっと心配していたんですが、雨も降らず、無事今日を迎えられてよかったと思っております。今回ですね、6月、行われます札幌のよさこいソーランに向けてみんな練習しているこの忙しい時期なんですが、全5チーム演舞させていただきます。6月に向けてこう気合を入れて頑張りたいと思いますので、温かいご声援の方よろしくお願いいたします。各チームの間にですね、チームさんのご紹介だったりとかイベントの紹介だったりもありますので、そちらの方もぜひぜひ聞いていただけたらなと思います。それでは、早速ですが1チーム目の演舞の方行きたいと思います。すいません、私ですね、一生懸命書いた PR シートの紙忘れてきましたので、携帯の方ちょっとカンペを見ながら説明の方させていただきたいと思います。鳴子ワットサムさんの皆さんです。準備の方は良いですかね。いきます。本日演舞するのは月下奏で紡がれる音。舞構造である背負うは片かごの花、一期一会の夢舞台に演舞に対する思いを込め、地元は和寒町に PR するとともに、この一期一会を大切に全力で演舞いたしますとのことです。最初の演舞、ここ祈祷師の会場に大輪の花を咲かせていただきましょう。それでは和寒町より鳴子ワットサムの皆さんです。よろしくお願いします。改めまして会場の皆さん、こんにちは。こんにちは。和寒町よりやってまいりました、鳴子ワットサムと申します。僕らトップバッター全力で務めさせていただきます。まず踊る前に一つだけ宣伝をさせてください。6月の24日に地元和寒町で僕たちが主催でよさこいソーランのイベントをやらせていただきます。朝の10時から3時まで、ここでもですね、いろんなチームさん呼んでいますので、いろんなチームさんの演舞ご覧になれると思うので、ぜひ足を運んでいただけたらなと思います。和寒町は国道をまっすぐ行かれまして、セブンイレブンがあります。そのセブンイレブンの裏側に会場ありますので、ぜひ来ていただけたらなと思います。まずこの会場全力で盛り上げさせていただきます。最後までご声援よろしくお願いいたします。我ら背負うは片かごの花、一期一会の夢舞台。はっ。
鳴子ワットサムの皆さんでした。